大城博満のオレルーチャンネル。ファンの方も待っていた落合博満が選ぶベスト9っていうですけども、あの本当に野球人落合博満が選ぶベスト9なんですけども、まずあのピッチャーはやっぱり誰選ばれますか。いや金田さんしかいないでしょ、400票投手。はい、やっぱこれはもう、ま、数字っていうのはもう数字、まあ、400勝つっていうのは20人やって20勝ずつしなきゃいけないってことだから、とてつもない数字ですよ。まあアメリカにはもっと勝ったピッチャーいるけどね、日本での最高の数字を残したのは金田さんだから、もう文句のつけようがないでしょ。実際ね、対戦がないんでですけども、いやだから昔の人が入ってくるよ、はい、ほとんど、はい、それだけ酷使してやってたってことなんだろうと思うしね。続いてはキャッチャーは誰選ばれますか。野村さん。これはあれですよね、実際マスクかぶっておられた時に打席立たれましたよね立ったことあるけどね、うん、お前か落合っていつと言われたけどさ、実際まあ監督になられてからもいろいろ野村さんとお話しされてたと思うんですけども、やっぱりその、うん、指導者として合う部分ってあったんですか。まあ参考にはしなかったけどね、はい、あのどっちか言えばデータ中心でやる野球と俺の野球っていうのはつながるところってそうはないだけにね。ファーストは誰呼ばれますか。まあ王さんしかいないでしょ、868本もホームラン打つんだから桁が違いますよ。実際その王さんのバッティングっていうのはどのように現役時代見られてましたか。まあ異質なバッティングだよね。もう一本足でずっと立ってられる人だから、まああそこから一本足っていうふうに言われるようになったんだろうと思うけどね。セカンドは誰でしょうか。高木守道さん。いろいろセカンドも多いと思うんですけども、高木守道さんを選ばれたっていうのは。ああやっぱり守備とバッティングでしょ。で試合数ね、で2000本超えてるっていうのもあるし、だからそこは文句のつけようがないところじゃないですか。サードは誰でしょうか。長嶋茂雄さん。まあここまで野球を発展させてきた人だから、まあ単発的にはあの近い間だったら名前出てくる人はいるんですけどね、もうサードって言えば長嶋さんということで一致するんじゃないんでしょうか。それとショートは誰選ばれますか。ここはね一番迷うとこなんだ。広岡さんもいるし吉田さんもいるしね、まあ藤田平さんもいるし、まあそういう中で若いけど松井和夫。一気に若くなりましたね。やっぱり試合数じゃないんですか。日米合わせ2600くらい出てんでしょ。そこは本当に一番誰にしようかって悩んだところですから。実際そのやっぱり守備だけじゃなくてバッティングっていうのもあるんですかね。ああまあ総合的にね、あれだけゲームに出たっていうものを加味して松井和夫なのかなっていう。ここからはちょっと外野に行かせていただきたいんですけども、まずレフト。もう張本さん3000本を打ってる人なんでね、まあ守備はとやかく言われるけども、それを度外視して選ぶとすれば張本さんだろうね。センターは、福本豊さん。なんせ1000個の盗塁してるっていう、それだってすごい数だよ、
現役で一緒にやったけども、先頭バッターでホームラン打つしね、一塁に出ればすぐ二投して三投はしない人だったからね。2番バッターは進塁出して三塁行って、3番バッターがエアフライで1点、まあ福本さんが塁出たら1点は確保しなきゃいけないなっていう、そういう半期の野球だったからね。実際守備疲れててやっぱりすごい、やっぱり早かったんですか。ああ早かった、うん、だから盗塁の仕方っていうかピッチャーの癖とかっていうのも頭に入ってたんだろうと思うしね。ああ早かったですよ。ライトはどうされますか。ライトは一郎、7年連続首位打者取ったっていうその実績、過去に例がないわけだから、まあ、早くしてアメリカ行ったっていうけども、日本での実績を踏まえて行ってるわけだからね、まあ、一郎しかいないんじゃないですか。ご自身の名前は何番目ぐらい入りそうですか。ああ俺の名前は入ってこないよ。入らないですか。ああファースト、セカンド、サード3つのポジションを守ってるから試合数が分散されるっていうのもあるしね。だからどこに入れる、入れようがないじゃん。 DH とかはどうですか。 DH になったら門田さんだよ。あ、うん、まして DH やってた人だから、DH を守ってる人にやらせるっていうのはちょっと俺の野球の中には考えられないね。 DH なら DH の部門で実際あるわけだから、だから DH っていうふうになれば門田さん。今10人のお名前お聞きしたんですけども、今のメンバー以外で本当に悩まれた方ってどういう方がおられたんですか。いや悩んでない。あ、数字が物語ってる。だからもし400勝いなければ米田さんとか鈴木啓史さんとかね、山田久志さんとかっていう、あとは稲尾さんとかっていう名前出てくるだろうけども、400っていう数字はとてつもない数字なんでね。で誰って言われれば一生涯通じて金田さんとしか言いようがない。やっぱりこの世界っていうのは数字が物語ってる世界であって、自分が好きだからこの人を選ぶっていうことでは解説者っていう仕事には成り立たないと思うしね。だからキャッチャー古田っていう名前も出てくるし、谷繁っていう名前も出てくるんだろうけども、数字から言ったらやっぱり野茂さんがダントツっていう、群を抜いてるっていうことがあるから、それは俺の中では野村さんっていうのが、だからこのメンバーの中で本当考えなきゃいけなかったのはショートだけなんだ。あとはもうすんなり決まってるっていうだけであってね。ショートは何人ぐらい候補を挙げられて絞られたんですか。5、6人はいるんじゃないかな。まあ、広岡さん、吉田さん、藤田平さん、まあ、それに松井和夫と、まあ、そのぐらいかな、うん、必ずショートで迷うんだ、だから若くしてこうやって出てきてくれたっていうのは俺にとってはベストナイン決める意味ではありがたいけどね、うん、だって2700試合くらい、まあ日米通じてたけども出た選手いないでしょショートで。そうですね、そこまでどっかでポジション変わったりしてますよね、うんうん、だから記憶に残るか数字で残るかっていうなれば数字で残したっていうベストメンバーですよ。守備だけとかって言ったらショートだったら誰ですか。広岡さんになるんじゃない。でも年数が短いからね、はい、広岡さんの守備は突出してたっていう話だよ。
まあ実際テレビでちょこっと見たくらいなんだけどね、小さい時にね、はい、まああとは人それぞれ選ぶ候補だから、人がどういう選び方するかはその人に任せればいいんであってね、俺の中ではこのメンバーですよ。皆さんが思うベストナインをコメント欄に書いてお寄せください。